名画を読み解くルーブル美術館の名品150選作品その4中世フランス中央に神精霊キリストの三味一体卓形の場面の左右に4人の聖人 すべてパリゆかりの聖人。両側二人はフランスの国王。王家の紋章のマントを着る。右から二番目。この奇妙な姿の人物が、前の作品のこの人と同じ人。 同じ大きな三角形の帽子。これは司教という役職の冠。首から血が吹き出している。パリの初代司教。奥にはルーブル。パリの有名な場所が描かれる。 アンドレディープル作パリー高等法院のタッケーズ。詳しくは講義をぜひ。講義情報はホームページからご覧いただけます。アンドレディープル作パリー高等法院のタッケーズ。名画を読み解くルーブル美術館の名品150選作品その4でした。